ウーシカウプンキは、フィンランドの町、同国西部の南西スオミ県に位置する、バッカイコールスオミ軍に属する、スウェーデン語で、ニュースタード、ニースタードなどとも呼ばれる。人口は2010年3月末時点で15,892人で、そのうちフィンランド人が98.8%、スウェーデン人が0.5%を占める。面積は1932.72。 平方キロメートルで、そのうち1430.16平方キロメートルは、川は湖で占められる。人口密度は81.9人平方キロメートル。町の名は、フィンランド名、スウェーデン名ともに、新しい町という意味である。機械企業のバルメトの自動車部門が拠点を置いていて、自社のみならず他のメーカーの自動車も製造している。 1721年には、ニスタット条約がこの地で締結され、ロシアとスウェーデンの戦争が終わりを告げた。町には、カラインネンという名の中心村落がある。その村は、スオミジンの交易所から始まったが、1617年に、グスタフ2世、アドルフの直令によって、ウーシカウプンキが設立されると、小取引権もウーシカウプンキに移った。港は19世紀にかけて、 大きな商業港として栄え、20世紀後半になっても造船で主要な地位を占めた。町には文化博物館がある。ありがとうございます。